龍馬デザインビューティー専門学校日本語学科の入学式が行われ、6カ国42人の留学生が参加しました。新型コロナの影響で日本に来ることができず、4月の入学式に出られなかった学生のために、今日2回目の式が行われました。日本語を交えた中国の歌を披露するのは、中国出身の張カウさん、23歳です。もともと2年前の春に入学するはずでしたが、渡航制限がかかり入国を断念。日本で学べる日を待ちわびていました。ついに来た、これで。とても嬉しいです。はい、音楽関係の夢です。例えば自分で音楽を作る、自分の音楽を歌う。こちらも中国出身の王俊達さん。私の名前は王俊達です。将来日本で生活したいですから、これからも留学生活頑張っていきたいです。今年3月、日本行きの航空券を購入しましたが、直前で規制が厳しくなりキャンセルに。その後も3回航空券を購入したものの、コロナの影響によりすべて直前で出国ができなくなりました。結局今月に入って入国できましたが、キャンセルした分も含め航空券代などが40万円かかったということです。そうでしょう。没事，偷偷摸偷偷自己偷的时候。日本語が很多を勉強で行きたいです。日本で初めての寮生活を送る学生も。ネパール出身のラマ・ビサルさん、20歳です。2年間留学を待ち続け、ついに来日。学校から徒歩2分の一軒家で、ネパール人3人、ベトナム人2人の5人でシェアハウスをしています。2人で使っている6畳の寝室には、ふるさとネパールで撮影した写真が。これは私のベッド。日本来る前に友達あげました。これ、この達はネパールの友達です。寂しい、ネパールにとても楽しい方ですから。日本語検定1級を取得し、日本で働きたいと言います。お金持ちとなりたいです。姉さんに服あげたいです。兄にモーターバイク。父と母は心配くなくて生活あげたいです、はい。それぞれの目標に向け、待ちに待った高知での学校生活が始まります。